皆様はこれまでにどっかの古い塔のようなものの中で、その暗がりの中にそそり立っている階段を登っていったことはあるでしょうか。そしてその階段は蜘蛛の巣だらけの真っ暗の中で行き止まりになっていた、そのような経験はあるでしょうか。そうでなければ、断崖を切り開いて作った海沿いの道をたどり歩いて一曲がりしたら、道はぷっつりと消えて、いきなり目の前に絶壁が立ち塞がった、そのような経験は終わりでしょうか。こんな時に味わう感情というものは、その感覚の強さと、その感覚をはっきりと後まで覚えているということは、非常に強いものであるということがよくわかります。日本のある古い物語本の中には、まことに不思議なことに、ほとんどこれと同じような感情を味わうことができる小説のかけらが一つ残っております。それはその作者が物臭であったか、それとも出版元と喧嘩をしたか、または何かの拍子に机の前から急に呼ばれ、そして再びそこへ戻らずにいてしまったか、そうでなければ文章の中途で急死してしまったか、そのためにその先を続けることができなかったかもしれません。いずれにしても、その物語がなぜ未完成のまま残っているのか、それは誰にも分かりません。今日はそういったものの代表作の一つ読んでみたいと思います。小泉八雲、茶碗の中。元和3年1617年1月4日といえば、今からざっと400年ばかり前のことです。中川佐渡の守という大名が共回りの者をつけて年始回りに出た途中、江戸は本郷白山あたりのある茶店に立ち寄りました。一同が茶店で休んでいるうちに、佐渡の守の家来でなお関内という若党が大層喉が渇いたので、大きな茶飲み茶碗に自分で茶をいっぱい汲みました。さて、茶碗を手に取り上げて関内が何気なく茶碗の中を見ると、透き通った黄色の茶碗の中に自分の顔でない顔が映っています。関内は驚いて辺りを見回しましたが、自分のそばには誰もいません。茶碗の中に現れた顔は、髪形から見るとどうやら若い侍のようです。不思議なことには、その顔がいかにもありありとしていて、しかもなかなかの美男で、顔立ちが女のように優しいのでした。どうも生きている顔のようです。その証拠には両眼や唇が動いています。怪しいものが現れたので、関内はほとほと困って、その茶を捨てて細かく茶碗の中を改めて見ました。茶碗には別段手の込んだ模様などはついていません。ありふれた安茶碗です。関内はそこにあった別の茶碗を取ってもう一度茶を汲み返しました。するとその茶の中にもやはりさっきの顔が現れているのです。そこで関内は今度は新しい茶を入れ替えてもらって、そしてその茶を茶碗についてみました。見覚えのない不思議な顔はやはりその茶の中にも現れています。しかも今度はどうやら関内をバカにしたような笑みを浮かべているのです。関内はそれでもじっと心を抑えて
驚かずに言いました。何やつか知らぬが、もうその手には乗らぬぞ。関内はそうつぶやかに口の中で言うと、その顔のつってる茶を顔ごとぐっと飲み干して、それから出かけました。みちみち、なんだか幽霊を一人飲み下してしまったような気がしないでもありませんでした。同じ日の夕方のことです。関内が中川の屋敷の詰め所に詰めていると、不意に身も知らぬ一人の客が音も立てず、スーッと部屋の中へ入ってきました。関内はぎょっとして驚きました。客は立派な身なりをした若い侍でした。それが関内の前にピタリと座ると、軽くお辞儀をしてからこう言うのです。身どもは式部兵内と申すものでござるが、今日初めてお目にかかり申した。貴殿、それがしょうばお見知りなさるのようでござるな。という声はごく低いが、どことなく骨身に染み通るような鋭い声です。関内はその顔を見てあっと驚きました。自分の目の前にいるのは、自分が今日茶碗の中に見て飲み込んだあの幽霊だったのです。あの薄気味の悪い美しい顔をした幽霊なんです。かの幽霊がニヤニヤ笑っていたように、今もこの客はやはりニヤニヤ笑っていますが、その笑っている唇の上にある両眼が瞬きもせずにじっと関内を見せているのは、関内に戦いを挑んでいるのであり、同時にまた関内を侮っているのでもありました。いや、拙者とんとお見処理いたさんが。関内は心の中で怒りながら、しかし声だけは静かにそうやり返しました。それにしても貴殿は当屋敷へどういうふうにして忍び行ったのか、それを伺いたい。おお、それがしを見覚えていないと言われるのか。客はいかにも皮肉な調子でそう言うと、少し詰め寄りながら、それがしを知らぬと言われるのだな。しかし貴殿、今朝それがしをひどい目に遭わせたではござらぬか。関内は素早く腰を刺していた小刀に手をかけると、相手の喉笛めがけて激しくついてかかりました。しかし切っ先には何の手応えもありません。途端に相手は音も立てずにさっと壁際に飛び乗りたと思うと、その壁をスーッと抜けて出て行ってしまいました。壁には客の出て行った後らしいものは何も残っていませんでした。幽霊はちょうどろうそくの火が行灯の紙を透かすように壁を抜けて出て行ったのです。関内がこの出来事を報告したとき、仲間の者はそれを聞いて驚いたり不思議があったりしました。そのことのあった時刻には屋敷では誰も人の出入りした姿は見なかったし、また中川の家来のうちには式部兵内という名前を知っている者は一人もなかったからです。明くる晩、関内はちょうど勤務が休みであったので両親と一緒に家にいました。すると夜かなり遅くなってから客が来ました。取り次ぎの者が、どなたか知らぬ方ですが、ちょっとお目にかかって申し上げたいことがあると言っておられますと言いました。関内が刀を取って玄関へ出て行ってみると、なるほど、刀を刺した侍が3人立っています。3人の侍は関内に丁寧に頭を下げると、その中の一人が言いました。我々は松岡文武、土橋久蔵、岡村平六と申す
式部兵内殿の家来の者でございます。昨夜主人が参りました時、貴殿は仕事を持って主人に打ち掛かって来られたよし、そのため主人は深い傷を負われた形で、仕方なくその傷の養生に今から湯治に行かれる。しかし来月16日にはお帰りになられる。その時にはきっとこの恨み晴らしまするぞ。関内は言葉の終わりを先にいきなり大刀を抜いて飛びかかると同時に客を見上げて最後切りつけましたが、3人の男は隣の家の土塀の脇へさっと飛びのきました。と思う間に影のように土塀を乗り越えてそのまま ここでこの話は終わっております。果たしてこの結末はどうなっているのか、これはどなたかの頭の中に入っているはずなんですが、そのどなたかは100年前に亡くなっています。関内が幽霊を飲んだ後、果たして結末はどうなるのか、これは皆様の想像にお任せするしかないと私は思っております。